はい、こんにちは。ですね、井上尚弥選手と柏村選手の一戦がですね、本来ならば昨年のちょうど今ぐらいの時期に行われる予定だったんですけど、まあ、これが、コロナにより中止を余儀なくされてしまい、モンスターが、ラスベガスで、あのジェイソン・モーロニー選手と試合をしたと。そこで、インパクトのある勝ち方を収めて、戦慄ラスベガスデビュー。で、今年に入り一発目のカードが、またラスベガスで、ダスマリナス選手と、IBF の指名戦と。で、これは、まだ正式決定までには至ってないんですけど、まあ、ほぼほぼ決まりかけの内容で話が進められていると。うん。で、それに対して柏村選手はあまりいいふうに思ってないそうで、まあ、自分の方にもね、コメントが届きまして、まあ、あいつは逃げてると。で、なぜあいつはいつも弱いやつとばっかり試合をやってるんだ、といったね、まあ、内容のコメントが届いたんですけど、うん。まあ、こっから見る、まあ、背景としまして、まあ、私はこの試験なんですけど、まあ、柏野選手自身が、まあ、そこまで、モロニー選手を、まあ、評価をしてないと。うん。っていうのも、柏野選手とモロニー選手の話も実際にあったそうで、だけど、モロニー選手はそんなに強くないから、まあ、試合をしなかった。といったね、内容のインタビューが、某チャンネルにね、あったんですよ。で、カシメロが、それに対してあまりいいふうに思ってないのが、まあ、本来ならば4月にモンスターとやるやったんだけど、まあ、それができなくなったと。で、そこから、モンスターが、モロニーと試合をやったっていうのが、やっぱり、うん、カシメロ選手にとってみたらなんでだっていうところだったと思うんですよね。うん、で、それに対して、ちょっと話が、ね、少し変わるんですけど、自分も、モロニー選手と井上尚弥選手が、試合をした理由っていうのが分からなくて、で、動画を使わせてもらったんですよ。っていうのも、あの時モロニー選手と試合ってなった時に、なぜ、ダスマリナス選手と試合をやらないんだっていう視聴者さんの声の実際もあって、で、それを振り返ってみた時に、あ、そうだよなと。うん、で、本当に過去を登ってみても、なぜモンスターがモロニー選手の試合をやったのかっていうのが分からなくて、うん、で、今に至ってその4団体制覇っていうね、ものがあるのに、まだベルトがまとまってないと。で、カシメロ選手ともやらなきゃいけない、ウバーリー選手ともやらなきゃいけないって状況で、うん、あの時指名戦終わってたらどうなってたんだっていうね、ショットさんの声も、最近の手を見て、あ、そうだと思って、逆にちょっと、質問を投げかけるような形で動画を使ってもらったんですよ。で、いただいたコメントとしましては、まあ本当にいろいろな意見があって、揉めたからだよとか、コロナで渡航できなかったからだよとか、その中でも日本とオーストラリアが、患者数が減っててちょっと緩和しつつあったからだとか、トップランクで、前の、バイス戦でいい勝ち方をして、評価が上がってたから、コロナ禍で試合が決まんない状況だけど、しかも WBSS も出てるし、ランキング WBO で1位で、この選手でいいでしょっていうことで、すんなり決まったんじゃないかとかってね、声もあったりとかと、うん、で、中には柏村選手と同様に、なんであの時モンスターがモロニー選手と試合をしたのかがちょっと謎だっていう声も実際にあったりとかね、いうところで、はっきり言って、あ、そんなこともあったね、おそんなこともあった、あ、なるほどっていうふうに頭は整理できたんですけど、うん、でも、これっていうもの、決定的なものっていうのがやっぱりないっていうのがまあ本音で、っていうのもやっぱりそこで柏村選手自身がそういうふうに思ってるって時点で、んと、うん、だって、二人でやってたんじゃないの、うん、で、これで、ね、理由が分かっててそういうふうになってるんだったらあれなんだけど、柏村選手がなんでお前モロニーってやってんだよっていうふうに言ってる時点で、ファンからしてみたら、え、話ついてんじゃないのっていうところなんですよ。で、まあ正直なところ、コロナで行けなかったとかっていうのもあるけど、うん、あのファイトマネーとかのうんぬんの話で話が、うん、まとまってないんじゃないのっていうのがやっぱり一番にあって、そっから、コロナでとかっていうのが多分ついてくると思うんですよ。
っていう認識なんで、一概にその逃げてるとかって言われてもそれもどうなのかっていうのもわからないですし、うん、で、うん、あの柏村選手と井上尚弥選手とその陣営で、話がついてるんじゃないのっていうのが、まあ、ボクシングファンの声ですね、うん、で、まあ、それで、なぜ逃げてるのかっていうことに関しては、そのような形で申し上げようと思うんですけど、で、モロニー選手が、強くなくて、で柏村選手はそのデューク・ミカー選手と、まあ、試合をしたと。でまあそののね、両者で見ても、うん、まあこれは私の試験ですけど、ミカー選手もかなり強かったですよね。強くてオリンピックにも出場されてて、当時無敗だったと。で、高い軽量率も誇ってる、うん、でその選手を、まあ、あのような形で倒した柏村選手で、まあそのモンスターがやったモロニー選手、柏村選手がやったマイカー選手との、まあ比較じゃないですけど、まあそのミカー選手とモロニー選手で見た時に、まあこれ私の試験ですけど、モロニー選手の方が強いと思いましたね、これは。うん、まあいろいろ意見あると思うんですけど、うん、そのね、モロニーが弱いからミカーとやったっていうのもちょっとクエスチョンですよね。うん、まあそれも逃げてるのかとかっていうのも全く分かんないですよ。分かんないけど、うん、まあモロニーと、ミカーで見たら、まあ個人的には、うん、モロニーの方が強いなっていうふうに思いましたね。うん、まあモロニーって結構評価高いのか低いのかって言われるとね、ちょっとクエスチョンな部分はありますけど、個人的にはバンタムの中で5には入りますね。うん。モンスター、ウバーリ、まあ、ドネア、リゴンド、モロニーって感じだと思うんで、まあその誰かには入ると思うんで、どっかには。まあもうここに入ってるんで、その井上尚弥選手とやったイコールで強い選手かって言われると、そこは全然違いますよ。違いますけど、モロニー選手は、いや、正直強いとか、今のロドリゲス選手よりは強いんじゃないのかなと。まあこれ試験なんですけど、っていうふうに思いましたね。はい、だからかなりいい選手なんで、そのミカとモロニーで見たら自分はモロニーだと思いましたね。はい、でまとめるとそうなんですよね。で、モンスターが逃げてるかいいのかっていうのは、まあ、はっきり言って逃げてないとは思うけど、でもそれって、両者の陣営で話ついてんじゃないのっていう、まあ、認識ですね、うん、っていうところで、はい、今回はその件について申し上げてみました。はい。